蜀徳川連合からの知らせは玉物前が仕組んだ罠だった。まんまと騙された英雄たちは悔しさをにじませ玉物前を完全に封印する決意を新たにする。その頃東卓軍は巨匠で炎章軍と対立していた。突如土器を発して兵を進めてきた炎章軍に対し、何ら身に覚えのない東卓軍も応戦の構えを取る。なぜ衝突しなければならないのか、理由もわからないまま両軍はすでに一触即発。叩く。面白い話が聞けたぞ。炎章軍はこちらが先に攻めたと言っている。こちらの誰かが勝手に攻めたとは思えん。とすればやはり何者かに騙されたのだろう。イエーイ、炎章の言い分などに興味はないわ。わしの巨匠を荒らすとは身の程知らずが、この手で葬ってくれるわ。行くぞ、すべてを手に入れる。東卓め、霊族に立てつくなど孫千番、遠家の誇りにかけて奴を治癒するのだ。炎章、わけのわからんこと、貴様のようなアホ、お前に撃ちよ。炎章はいつにも増しておかしい。何か炎章軍の先鋒とは面倒くせえ。あれは芝生殿か。彼ならば話が通じるだろう。私の知略に勝てると思いか。ことがそのまま負けではない。敵将討ち取った。芝生だ、何か誤解があるようです。ここは一度話し合いの席に着きませんか。生涯騙そうったって無駄だぞ。見ていろ。俺がそんな面倒なことに乗ると思うか。なんだこの言い草は。ならばこの私が屈服させるまで処分する。おお、一段と冴えておいでですな。尻尾が見えた。芝生がやられたか。えい、ひるまず進軍せよ。いよいよ腹の立つ伸びどもよ。これぞ天の助け。助けを頼みますぞ。目の覚める戦ぶり、お見事。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。しかし
お前、炎症のところにいたわ。さて、俺様はちょいと裏口へ。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。悔しいが、ここは引かねば。どいつもこいつも違いない。武士、奴らを止めるのだ。さあ、必ずや。お宝探しと、あ、行くぜ。侵入者か。俺が始末してやる。わしの出番だ。どんなやつだな。誤解による戦いに意味はありません。すぐに止めましょう。実行たちを押し返してみろ。炎症がやられちまう前に止めねえと。マジじゃ。おお、申し分ない働きだ。なあおめえら、攻撃止めてやってくれや。無益な争いはやめよ。炎症には我らが話をつく。アホが、今さら何を言うか。炎症についてわしを騙す気じゃな。誰がその手に乗るか。わしに下がる者は皆切り刻んでくれるわ。やはり奴の浅はかさは罪よ。つまねばな。あの者は我が軍への援軍か。ここはひとまず奴らに任せてみるか。おお、一段と冴えておいでですな。力が見誤った。くそ、聞くしかねえか。これは厳しい状況だな。してくださると信じておりました。ご助力感謝します。しない、ここは引かねば。そう、おわしが討ち取ったわ。なんじゃ、あいつ尻尾があったか。どうか私の話を聞いてくれませんか。祭りじゃ、祭りじゃ。引くしかないようですね。くそ、わしが討ち取った。
をしに来たのだ。やむを得ず、この炎本書自らが出るとしよう。そこに大御所、探し物。おう、お宝を。じゃなくて、大将首を。目の覚める戦ぶり、見事。敵将、このわしが討ち取ったわ。支配地を荒らすゲロウども、そこへ直れ。まだわけのわからんことをほざくか。これはわしのセリフだ。我が知略に勝とうなど、かさからいたいわ。出発にこそ我が知略にお前を倒す。敵将を打ち取った。一段と冴えておいでですな。炎章が攻めてきた理由は謎なのに、改めて検証してみた方が良いでしょう。私が出たのだ、負ける方がどうだ。戦はわしらの勝利じゃ。貴様ら、覚悟はできていような。落ち着いてください。いいですか、これは賜物前の罠です。罠？そいつが一体何をしたというんです？彼女は偽物を作れるのかもしれません。そうでもなければこんなことには。知っているか、近頃言動怪しげな者がいるらしい。それも一人や二人ではない。奴らは周りを煽り、無意味な戦へ駆り立てる。ですが本人はそのことを覚えていません。それどころか多くは違う場所にいるのです。今も剣閣で戦乱が起こっています。おそらくこれも賜物前の策でしょう。ようわからんが、その女が悪いんじゃな。わしをたばかった罪償わせてくれるわ。では戦力をお貸しください。私と共に剣閣へ行く将が必要なのです。内乱を先導している偽物を探し出せば、賜物前の居場所がわかるかもしれません。それなら私が行ってあげてもいいですよ。他の人間よりは役に立つでしょうからね。ではよろしくお願いします。急ぎ剣閣へ向かいましょう。英才。剣閣は内乱のような状態だとか。
互いに疑い争い合うなど、なんと悲しいことでしょう。一刻も早く偽物を探さねば。争いを止め、賜物前の行方を追うために。